こんにちは。今回は食事だけしようっていうお客様にどう答えするかっていうお話をしたいと思います。今までいろんなお話を聞いたり自分も体験してきたんですが、よく、銀座のクラブってね、同伴しましょうって言わなくてもお食事行きましょういいよイコール同伴っていうね、こういうルールができております。ルールというか、空気ですよね。で、もしそれでなんか食事一緒にしました。で、8時ぐらいになってもうそろそろチェックしてお店行こうかなって思った時に、今日は食事だけでお店行かないよっていう方あんまりいないんですが、稀にいます。あれ何なんでしょうねもう女の子からも、すいませんママ今日はなんとかさんとお食事で伺ったんですけど、お客様は帰られましたみたいなのが、1年に1回はないんですけど、何年かスパンに1件ぐらいあるんですよ。でって思うことあるんですけど、それね、事前にお客様が今日は食事だけでお店行かないよって言ってるパターンもあれば、急にねお会計の時になって今日行かないよっていうパターンもあるんですけど、あれね、総じて私も、意味がよくわかんないんですけど、ちょっと分析したいと思います。一つ目、これ私の想像ですよ。とお店が高いから単純に行きたくない、だから外でただで会いたい、これ単純に多分その理由大きいかなって思います。なんかこれも嫌ですよね。これが見え隠れすると、私一体食事に呼ばれて何だったんだろう、しかもヘアメイクちゃんとしてね、髪の毛もセットして仕事の準備して、いるのに何だったんだろうってこう思って、なんかちょっとこう悲しい気持ちになるし、これ本当嫌だけど多分理由としてあると思うんですよ。で、あとその2、一人でお店に行くのが苦手だから、いつも3人とか2人とか、4人でいらっしゃってて、で、誰かといたら行くんだけど、今日は一人だからご飯だけでいいみたいな、そういうパターンも聞いたことあるし、実際自分も言われたことあったかなって思います。ちょっと銀座で最初ヘルプしてた頃がもう11年ぐらい前なので、ちょっと記憶がもう結構ね忘れたことが多くて曖昧なんですけど、そういった方もなんかいたようないなかったような気がします。あとは単純にプライベートで会いたい、だからお店の外で会うとなんか気持ち的にこう楽しいみたいなお客さんが一定数いらっしゃるんですよ。お店の中だと仕事でしょ、だからお店の外で会いたいみたいな。お店の外も仕事ですよね、ぶっちゃけねもう本当ヘアメイクして出かけてる時点でその子スイッチ入ってるんで、100% 仕事モードでいってるんですけど、ね、友達じゃないんでね、絶対仕事じゃないですか。なんかその3つぐらい考えられるんですが、総じてケチくさいなってお客様にそういうね思ってしまいます。だから方法としては、私も実際ね11年ぐらい前に会ったんですけど、今日は食事だけでいい、でもそれでもよかったらご飯行こうで行ってみますよね。テクテク行ってみて食事しましたと。ただ女の子って出勤時間8時なんですね。で、8時1分でも過ぎると罰金があります。で、同伴だと8時半っていうお店が多いと思うんですけども、だから8時前にそわそわしちゃいますよね。私このまま食事したら遅刻しちゃう、だから7時半ぐらいに、すいませんちょっと私も行かなきゃいけないんですけど、今日どうしますか、お店いらっしゃいますかって聞いて、今日は言ったじゃん行かないよ、このパターンもあり、そうだね、じゃあ今日ちょっとだけ顔出して帰るわ、じゃあサクッと行こうか、このパターンもあります。だからどっちにも転ぶっていうかね、お客様の気分次第なので、なんかそれでもいいから外で付き合ってくれて、この子いい子だからお店に行ってあげるっていうパターンもあれば、いや最初から言ったじゃん今日行かないからねってバスッとね切られるパターンもあります。なんかこればっかりはね、最初に言ったじゃんって言われたらそうですねって言うしかないので、なんか残念な気持ちで帰ってくるパターンになることもあるかと思うんですが、これはしょうがないですよね。だからどっちになるか分かんないけど、もしかして来てくれるかもしれないから行ってみようっていうパターンもあれば、最初からね惨めな気持ちになりたくないから私は行きませんと、断るのも一つかなと思います。だからもしね、今私がそうやって食事だけでどうですかって新人の頃に言われたら、多分頑張って営業、してたから行きたいなって言って、もし来てくれたらラッキーかなって思うかもだけど、もう今だったら多分行かないですね。7時半に食事終わるのって結構バタバタじゃないですか。で、始まりが6時とかでもう準備早いし、やっぱりね。だから、あんまりゆっくりご飯できないんで、今度、お店にいらっしゃる時に一緒にお食事しましょうってさらっとね、お断りすると思います。スマートなお断りの仕方をちょっと覚えるのもね、大事ですよね。そうやって、バタバタするからすいませんって断るのか、あとは、はっきり言うとね、お客様もね、嫌な気持ちになっちゃうので、
他のお金を払ってお店に来てくださる方優先で、なんかそっちの同伴入ったらもったいないから断るっていう、もう本当の包み隠さず言っちゃうとなんか身も蓋もないので、そうですね、他の断り方としては、まあ、その日ちょっと、他の予定が入りそうなので申し訳ないんですけどそっち行ってもいいですかと、まあ、これ結構ストレートにちょっと厳しめに言ったかなっていう感じがします。でお客様がもういいよって言ったら、まあ正直ね、もういいよって言われたら、まあ、そこまでのお客様じゃないですか。だからあんまり、優先順位を高くしてね、大事にする必要もないのかなって、思います。だから一番大事なのは自分の顔を立ててくれて、お店に来てくれるお客様、ファンを増やすって一番大事ですね。もうこれ大前提だって、他の、お店に来てくださる方からねしたらね、なんだじゃあそっちのお客様と別にお店も行かないのにご飯行くんだってね、それはあんまり印象良くないと思うんですよ。だから印象良くない勝負で言うと、ただ飯を食べさせ女子とただ飯食べてるね、こっちのクラブ行かないお客様の方がお店からしたら圧倒的に印象が悪いので、まあお客様と見なさなくてもいいんじゃないかなって思います。これね、私ねクラブのお客様ほんと少ないんだけど、キャバクラによく行ってる方ってちらほら聞くんですよ。なんかキャバクラってなんか天外っていうんですか、お店の外で会いたいみたいなお客様が結構多いって聞いたので、だからなんかこう食事行こうイコール休みの日でしょみたいなニュアンスで誘ってくる方がいらっしゃると聞いたことがあります。だからね、まああんまり言葉良くないんですけど、銀座のお客様を教育していかなきゃいけない、私も聞いたことがあって、まあ、要は、顔を立ててくれるお客様をね増やさなきゃいけないっていうニュアンスで使ってるんですが、まあ、そうやってねこう飲み方を、本当はね昔は先輩に教えてもらって、若い頃ね銀座連れてきてもらいましたと、30ぐらいの時にね60ぐらいの先輩が来ました、でその時におごってもらいました、で同伴ってこうしなきゃいけないよ、時間とかね場所選びとかも教えてもらいました、であとは、まあ、アフターもし行くことになればタクシー代も上げなきゃいけない、でそういうルールも教えてもらいましたっていうね、一連の、まあ、先輩がちゃんと飲みに連れてってくださって、で教えてもらう、まあ、教育してもらうっていうのを昔はねお客様がお客様にねこう自然と受け継がれてされていたんですが、今あんまりねそうやってこう若い部下や、まあ、後輩連れてきて飲みに行こうっていうね方がほとんどいらっしゃらないし、なんかこう自分たちだけでね同じ年収同じ収入ぐらいの方、同業の方と飲みに来てるっていうパターンが圧倒的に多いので、なんか教えてもらうっていう感覚が多分ないんですよね。だから知らない間になんかもったいない飲み方っていうかね、かっこ悪い飲み方をされてる方も中にはね少なくないんですが、まあそうやってねこういう、まあせっかくねお金払って銀座でね15万20万払って飲むんだったら、スマートにかっこよく飲むっていうのも大事だと思うので、係の女性とかママが、まあ、こうした方がいいですよとかね、今度こうしてあげてくださいねってやんわり教えながら、そういうねこう失敗飲み方を回避していくっていうのも大事かなと思います。だから同伴もご飯だけで帰ると女の子からするとすごくなんか残念な気持ちになるから、外で会おうよっていきなり言わない方がいいですよとかあとは食事選びもせっかくね女の子がねヘアメイクでちゃんとバッチリ来てるんだったら、あこの後お店来てほしいなっていう気持ちは絶対どっかで持ってるので、それをまあ読み取ってね言ってあげた方がポイントが高いというかね、かっこいいお客様素敵優先順位上がるみたいなね女性の中でも絶対あるので、いいですよってこう何かのタイミングでふわっとなんかお伝えできたらいいんですが、なかなか難しいですよね。お客様のプライドを傷つけないように、女性はこうやって普段からこう外堀を固めていってね、そうやってこう正しいかっこいい飲み方っていうのをねお伝えしながら行くと、まあ、ご飯だけで帰るよっていう方はどんどん淘汰されていくんじゃないかなと思います。ということでね、大事なのは出たとこ勝負になる以前に普段からお客様にはこうした方がかっこいいですよみたいなのをねこうちょこちょこちょこっとこう小出しに伝えておく、これが一番大事かなと思います。ではまた次回の動画でもお会いしましょう。バイバイ。Getting back up on my feet.